ワーたンとユゆうなです。ワーブワはたンとうましです。ワーワはたンとういちです。ちょっとね、謎の場所で迷子になったので、そこら辺の人に道を聞きたいと思います。<laughs> そこら辺の人そこにね、見覚えのない人がはいるので。えそうね。行に行こう。行こいこう。話しかけられる話しかけられる。ミスターエージェント。読んで読んで。 よく来てくれた今回依頼したいミッションは心霊で有名な猫泣き峠で謎の失踪事件が多発している事件を調べてもらいたい可能であれば解決してもらえると助かる、うん、準備ができたら車で現場まで送るから準備できたと言ってくれ調査しに行くかうんゾンビの声すごいするけどうわや,やったあ入れないこれ降りたらもう入れんあ出れるかあ<れ>びっくりしたえっ何んかなん急に なんだなんだなんだ。がくがく。え何？ああれじゃない？崩れた。出れなくなった。たちごめん倒壊したんだ今ので。残念な声するね。今の揺れで倒壊したんだ。ね。あよくできじゃあ先に進むしかない行きましょう。勇気がすごい。ああああ床が抜けた。したんだけど。みんないる？ 下は水で助かったわね確かにえこれでもこのままだと溺れちゃうよねバッドエンドかと思ったわね思った思ったあ下始まった始まったえすごいすごいすごいえこんなんでぎんのてるねすごくないそう見えある使用に感動してるわ確かにえ本があるねそっち行くのえ待って待ってあメモだ若者のメモ 大変なことになってしまった俺はなんとか隠れて難を逃れたが一緒に肝試しに来た友達が鬼のような化け物どもに連れ去られてしまった、えー、ここはどこなんだ辺り一面死体の山だ鬼の化け物に対抗するために武器を探そうとりあえずチェストの中に武器になりそうなものがあったなこの部屋に隠れている鬼の化け物を全滅させると部屋の扉が開くようになっているみたいだえぇあ、ね、待って食料もあるあ<っ>あすごい パンとかいっぱいある。腐った肉いっぱいある。<laughs> 腐った肉いらないな。これ、って、したか。別にあれっすよね、あの。とときな。クラフトする要素はないっすもんね。クラフトが禁止だったから。そうだよね、だから素材は別に。蜘蛛の糸とか、まあ、そういう。みんな包丁、え、見たことない。なに<わ>、見たい。え、なんか出てきちゃったよ。出てきた。まだ持ってないよ。持ってないよ、まだ包丁。待って、待って、待って。 待って待って待って。包丁,って包丁持って、包丁も、大きく助けて、よしよし <laughs>。え、なに、どっから出てきたの?。ここから。壁が壊れててね。い<う>って出てきた。え、ね、ね、これ、包丁持った?。私は持ったよ。大きく。うん、持ち待してよ耐久値があるから。あ、包丁。これ、大きく二つ持っててな。うん。で。多分、いっちゃん戦うよ <laughs>。<laughs> 頑張ってよ。いや、わしらも頑張る、頑張るんだけどね。頑張るんだけど、多分。 いっちゃん生存率が高いメモがありましたこの中はどうやら安全みたいだ疲れた少し休憩することにするこの部屋は鬼たちから逃げ出した生贄の人たちが使っていたみたいだ樽の中に食料があった彼らはどこに行ってしまったのか生贄の人たちの壁のメモによると鬼の正体はこの洞窟の上にある猫泣き村の村人たちが祖先帰りした姿とのこと でこの木村という村は大昔鬼と人との間にできた子供たちが作った村だそうだええー、じゃあ私たち今住人殺してんだやばおわ血まみれの皮の服<れ> <laughs> うわ防御力は上がるうわ本当とだ真っ赤だすごえあ食料ってこれ呪われそうこれ着ていいのかなあで,で,でみんな食料これこれ あの、ワンスタックずつある持ってってあのなん当ここだこ<れ>ああ、こっちか上クルクルしてたこの鬼の正体は猫村泣きの人間って書いてあるね何これえー装備ちょっと血まみれの僕いいかななんか呪われそうだよね一応持ってはいるけど、うん、ね着てるしっかり着てる <laughs> <laughs> もう上下しっかり まあまあ必要かまあまあまあ着てみるまあ食料とりあえず大量だからねよし着てみたあ TNT だえあ爆発させるんじゃないですかええああ<ー>こっちはあこっさっきのたしかね、うん、爆発させるうんじゃ仮面叩いたらできるんだっけ これ、爆発に巻き込まれないのあやば、逃げて逃げて。下がってー言うな。どこまで下がればいいこれまだれまだまだまだ。お連鎖爆発になてる。連鎖的にしてるね。すごいね。うん、奥にもあったおお、広い。広い。水中になんかあんのちって。 え待ってねねねこの滝の下に何かあるこの通路の入り口がねでもこのまま行ったらバレちゃうのかなこれどうやって泳ぐんですかまチェストがあるえどこえとね普通にコントロールとかシフトとかで進めますなんか剣が入ってるよ泳いでるわナイス剣あるって持っていこうか見に行くわあ今取っちゃったほら 戻したここしかも空気あるわ。あ、あ、私やばい。空気なくなっちゃった。え、じゃあ、きくの分持ってくよ。私でも剣2本持ってますよ。え、剣持ってんのえ、だっ剣ってかナイフ、何いから。じゃあ、剣があるの、剣。大きくに渡す。ちょっと攻撃が難しい。私武器いっぱい持ってる。いや、剣なの。多分ね、攻撃力違う。じゃあ、身を守るために使ってくださいよ。<laughs> 私、死なないから。 なかっこいいじゃ言うな1個あげるよわしあのあ,ありと弓弓持ってる弓,弓は私を持ってるよこれ泳げてる泳げてないよね私たしこれあのねコントロール押しながら前ボタンとか押してい押しあっそうすると泳げるなえあそこって炊き込そう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 あっじゃダッシュか普通にあれコントロールって違うコントロールあってるよあーちょっちじっあたしあれだわ気ぃ変えたからあそこそこごめん 奥行けんのかな行っていのかな行けると思うよ。いこんにちは。え上と下、下から行くえ来ちゃった。わかんない。オッケー、そっちから行こう。私、ここ、思うこと入れない。あんかこんにちはしてる。出れた。出れた。おル。ああ。 ね、わここは逃げ出した生贄の人たちの骸骨でいっぱいだ。どうやら彼らはシャベルで穴を掘りす<あ>待って。あて。死んじゃうって。あ<ー>てーあーや,めてやめてやめて。びっくりした。たあそこがいきなりターンあいたね。え穴を掘り進めて鬼どもに見つからないよう地上まで逃げようとしていたみたいだ。シャベルを使えば焚き火の火を消すことができるし、一応武器にもなりそうだ。 のあっここにあるのか1個持っとくかじゃシャベルみんな1個ずつ持ってますよ持ってるあれ一個余ってよ4人想定ならなきっとどうするシャベル置いとく持ってく持ち物いっぱいにならないんだったら持っちゃってもいいと思う,うとりあえずシャル持っていくるあれどこ行ったのみんな上戻ってる上上ってどこの滝の上ってる 先を登る？さっきの入り口の戻ってきて、ごごごご上見て上。登れるのこれ？登れるあのスペースずっと押してると。一人称して見にくい。ね。行くか。お、当るい。あま、待ってえ、なんだ？ 生か何もみたいなのが動いてる明らかに敵意持ってる人が来たよ。よ。あれ、何でえ、大きくはどこいったのわかんない。死んじゃった。死んだ後どうなって、あ殺害されたになってる。え、待って、え、どこあの、休憩スペースに戻ってくるんだ。戻れるんだね。こっちこれそう うん大丈夫ですよちょっとご飯食べとく私たしも心配したご飯、その、ね、ああご飯食べようじゃあ大きく聞きた瀕死だご飯食べた今食べて回復中多分読むとまた何か出てくるかもねこの上に猫の木村だってはい,っえい待って なんか書いてあるこれレバーもあるし読みますいけにえ部屋若者のメモなんとかここまで来たが鬼どもに捕まってしまった俺はもうダメみたいだ俺たちを捕まえた鬼どもは生贄部屋生贄部屋というところに生贄を閉じ込めているみたいだ彼らは鬼の力と体を維持このメモを見ている誰かお願いですどうか助けに来てくださいおりゃいけにえ部屋に行くためには2つの宝玉が必要になります 一つ目は、すでに持っているはずの人魂の宝玉。二つ目は、あ、あと、寒すぎたので焚き火に火をつけたら、根っこなき村に行くための氷の階段が溶けてしまいました。ごめんなさい。シャベルがあれば消せるので、シャベルを持ってきてください。あ、いるけにえ。え、どこえどこ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 助けに行こう。 人じゃん。人だね。君たち本当に人間？顔色は良さそうだよ。檻を壊すスイッチあるよ。でもなんかいるらしい。あ、これあれじゃん。<の>エンド。あ、これだ。祭壇のやつ。って言ってんだ。これもじゃあ持ってかないといけないね。もう一個残ってる。雪玉誰ですか？拾ったの。<laughs> なんかボタン押しちゃった。っいらないのここに置いていこうかなと思って。エンドもう一個持っちゃうか。あ、でもそうそうね。 サッも確かにいらないなパンパンこの辺もいらないなトーテムは持ってていいうんけどまぁ、あ、いらないの置いとこうじゃあ,じゃあいらないでしょスイッチ押しちゃう大丈夫かな一応武器を手に持ってオッケーじゃあ武器手に持つお前ご飯食べよう私もえ下こ,こんなこからできるのね すごいね。開けていいかい？はい、開けるよ。はい。こんにちは。おお<ー>。この人たちは、お話できるの。おお。できるあ。え、赤髪の人、助けてくれてありがとうございます。猫鳴き村をダムの下に沈めることで、すべての鬼を封印することができるそうです。ダム制御室の道にある封印を解くには、そこの自販機か、自販機だったの?。うん?。 から入手できるエンダーアイのエンダーアイことエンダーアイの瞳が必要だと鬼が言っていました情報ありがとう黒髪の人読むどうぞ、うん、あ,ありがとうございました僕は友達と肝試しに来た若者です本当に助けが来るなんてあなたは命の恩人ですもう遊び半分で心霊スポットなんて絶対行きませんなんか君のメモのおかげだよとここから脱出しようっていう2つの 2> 選択肢があるんだけどもう一回話しかけてここから脱出しようはできそうですもんねそうする君のメモのおかげだよだうんっ一回言ってみるか君のメモのおかげだよもう少し休んだら帰りますだってうどうするもう一回話しかけてみるもう一回話しかけて帰りましょうやるか話しかけた人の名前が出るのかこれここから脱出しようあ、え、先に脱出したおいおい置いてくなや うん、前やで、いなくなっちゃった。じゃ、あこいつもここから脱出しようっつったら。ああ、なるほどね。消える。消えた。エンダーアイは投げちゃだめだよって言ってた。あ、そうなんだ。多分消えちゃうんだ。消えちゃう。死んじゃう。じゃ、ダムで沈めますか。うん、というか、いいんだよね、多分ね。この黒いのなんだ。まあ、誰が言ってる、誰の言ってることが正しいかというのは知らないですけどね。ああ、まあ、確かに。肝試しに来ただけの人がさ。 沈めようって言っての、なかなかね、クレイジー、ね、よくある、なんかね、か勇者は言うことを従ってたら<ー>よくやってくれた、っつって封印実は解いちゃったみたいなあるね上さ、なん <laughs> なんだろうね、いけてないよね、まだうん、いけるのかなでもこっちから行くしかないもんね、うん そ,うね、そこが制御室なのか制御室はでも逆だもんね本格的にえじゃあ一個さっき埋め拾ったんすけどおのあのね、うん、むああそれ村人が落とすああそうなのかなあ一個埋めましたここありがとうよくわかんないところに落ちてたよいしょでも別に私らがここああ開いてきちゃってほしいって言われてたから見ました 落ちちゃっぜこの村を沈めるメリットないんだよなと思ったら確かにエージェントだから僕らそうわしら頼まれてんだった雇われだったよいしょ登れたあっあっかあっ<あ>登れないよいしょここに1個持ってる人誰かはめて入れるあこれ士の方玉だ遠藤い 右一区いかよいしょ入れられたよあと,だあとは後筆がこのさこの人なんなんだろうねねう首だけの呪いなんとか最終的にそいつと戦闘が始まるとかえ燃えた何が燃えた何が燃えちゃったえ倒したううん<お>いや生きてるよ一瞬燃えてたあ上に門がある 上にもいた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 ねそういえばさあの壁についてるスイッチを押したらなんか起きたどのスイッチだよここ部屋が開いたようだあーオッケーあれ多分制御室ってどっから行くあのねこっちこのアスあすであややば変なとこあまっちゃったこれこれちょっと待ってこれなんだ ダム制御室あ開いてるいるなどこだ見えるかいとこじさんどこいったダム制御室の近くよいしょよいしょよいしょ待って、言うなおまてるよいしょあここかこっちかなその石の方行って石あこっちかああ<ー>、うん、ゾンビいるねいるよ,よいしょよいしょあここか の上か。落ちそう。いくか。危な。危な。来てる、いた、落ちちゃった。え、なんかすごいカラフルなんだけど。落ちた。ああ、あ、あれ。落ちたよ。落ちちゃった。ゾンビ落ちちゃった。ま戦わないで済むなら。どっか行っちゃった。あ、どっか。あ、どっから登れる。はい。うん、なんか、ふん、つった。大きく。 下に見えれば夢で狙えるよあじゃー狙えるのにどこにいるあスイッチかうえー、うまいことあいたあやばい、落ちちゃったっあ、<laughs> 倒しちゃった<ー>倒しちゃった <laughs> 強者の言い方ええ、なんだか頑張しょあれまだいるもしかしてたぶんね あ、いた。いた。こんにちは。倒せそう。あ、倒しちゃった。これなんだ、これ。ね。そこの上に乗ったら自動的にピューって行くの。いや、あれだ。行かなかった。それ、モンハンか、なんかが。モンハンじゃないか。八七五っていうのはさ、ここ開けるのに必要とかなのかな。多分ね、なんか必要。あ、いた。普通に開いちゃった。なんか。大きく。あ、なんか敵が。 あ、<え>村長の息子の殺されましたあチャー、うん、あ、戻ってきたえ、つよ村長の息子つよあ、あ、うん、ありがとう、倒してくれたのいた、えシロ危ないよ <laughs> えさて読みますはい猫鳴村村長日記××××罰月罰日 ダム制御室に続く道は封印したがまだだ不安だいいやん思いついたぞダムを放水するためのパスコードも変更してしまえばいい変更した3桁のパスコパスコで終わってるな「うん、猫コ村の雪は焚き火の炎で溶けてしまうから村のみんなには焚き火を禁止するように指示しておこう」「寒いじゃんかわいそうに」<な>「あっえっそういうこともできるんだそうやって数字変えられるんだね、えー、すごいね」 なんだっけけ八七か八七五かあ、八七五にすれば<え>おー,ー放水開始したってどうなってんだろう見たい見たーいえてかさ我らしぬくない<え>こ,こ,ここ埋まるんでしょだってあ溶け出した雪がまた凍ってしまっただって溶け出した雪が ここだってメスで埋まっちゃったねでなんか浮いてる、すごいえ、え待って、そこさあれ、二人ともどこ開いた上上がりましたあ、ここ、もう開いたとこは見たの開いたとこは来ました。したちょっと強い意味、安いに、本んと逃がそうぞやばなに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 ,なに なんか来るね。<何>ちょっと登っとこう。大量に <laughs> 大昔に封印した猫鳴村の先祖の鬼。え？ワガダしそう。<え>やば、でか。あ、でかい。対峙せよだって。えい。本当だ。でははでかー。えい。えい。 なんでみんな無言で戦ってんの痛い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 マジメラさ攻撃食らうとさあ倒した倒した倒しちゃった痛っ待って痛いです倒しちゃったあの制御爆発した後のさ制御室の横の扉行った知らないでもいいかわかんない戻れないこれ脱出なのかな戻れますよ あ、ね、戻ってきた早く溺れちゃうど<こ>あ生首すごい浮いてる、はあ、遺体回収とか必要かなどうだろうね行ってみます西洋あでもね<く>一瞬だけ見えたんですけど、うん、多分刀とかそういう系がありました、うん、刀がちょっと強い日本刀って書いて安い日本刀あれじゃないですかあのなんか食らってるな 結局あの見えなかったとこ何だった上になんかあるよあれよいしょよいしょまあ行きますかなんか急に舗装された道路みたいなとこに出てきたねねね。あれヘリコプターじゃないえどれあっほんとだミッションコンプリートイエイやったクリアだ あ花火が上が上ってるすご,っすごい盛大に。話しかけて,かけてすごい盛大にミッションクリアさすがだ。猫鳴村をダムに沈めたことで残っていた鬼も全滅したみたいなこれで一件落着だな。ヘリの中で事件解決をおめでとうパーティーをしているぞ。助けた人々も先に入って楽しんでいるからぜひ飲んで食べて大いに楽しんでくれ。<ー>ヘリコプターから見える花火はすごく綺麗だぞ。ということで。ということで。 クリア達いたしました、ね、思いのほかサクサクそうね,ね楽しかったですね楽しかったねじゃあ以上はは,はぷでしたお疲れ様ですバ